郷土の偉人和田十次郎の功績を後世に伝えようと3日、日の出町の石手川緑地公園で顕彰イベントが行われました。和田十次郎は幼少期を日の出町で過ごし、その後渡米、北極圏の奥地を犬ぞりで探検し、アラスカ、カナダの開拓史に大きな足跡を残しています。イベントでは功労者への表彰や二冠一座の皆さんによるパフォーマンスが行われたほか、公園に新たに設けられた和田十次郎の案内掲示板がお披露目されました。和田十次郎顕彰碑の説明案内板でございます。この顕彰碑の前に、皆さん訪れるんですけども、十次郎という人はどういう人かなというようなことで、なかなかですね十分理解してくれなかったのでですね、この解説版があったらですね、少しずつ十次郎のことが分かってもらえるんじゃないかなというようなことで、考えた次第です。ちょうどこの5月の毎年、イベントを行っているので、この時期に間に合ったらいいなというような気持ちで、作ったわけです。十次郎を通してですね、いろいろなことに挑戦してほしい、またはこのオーロラ遊歩道を通ってですね、十次郎はアラスカに行ったというようなことで大きな希望を持って、皆さんこの、オーロラ遊歩道に来ていただいたらなという気がいたします。イベントには和田十次郎顕彰会の会員や地域住民の皆さんが参加し、ふるさとの偉人を偲んでいました。困難に直面しても何事にも。